カレちゃんこんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。今日も元気ですね。はい。はい、今日はですね、10月の18日土曜日。もう10月も半ばになっちゃってね。うん、まああと2ヶ月半ぐらいか、今年もね。突然ですか、ハッシーさん。何ですか？今週何があったか知ってますか？今週はね、体育の日とかね、連休があった。今週だよ、今週。今週、そうか。今週は体育の日あったよ。あれ？そうだよ。体育の日がありました。うん。うん。で、うん、じゃあ、うん、それ以外にもいっぱいなんかあったんだよ。うん、あ、そうなの？うん。はい。じゃあ教えてください。うん。うん。で、10月12日が、まず卵デー。卵デー。卵ってあの卵。そう。うん。おー、卵デーとかあったんですね。うん。おー。で、13日が、さつまいもの日。さつまいも。あー、さつまいも今時期ですからね。そりゃあるでしょう、そういうのも。はい。で、14日が、鉄道の日。あ、鉄道の日っていうのもあるんですね。うん。10月14日。はい。そして。で、15日はちょっと置いといて。なんで置いとくのかよくわかんないけど。16日は、はい、世界食料デー。あ、これ世界的なイベントですね。うん。はい。17日がカラオケの日。カラオケの日っていうのもあるんですね、こういうのも。うん、はい。そして。そして今日18日は、うん。何？フラフープの日。フラフープの日っていうのもあるんだ。あ、カエル先生フラフープできる？うん。できる。すごい。ものによってだけ。ものによって。フラフープってそんな何種類もないだろう。丸い円だけのやつだから。フラフープ私できないんですよ。へー、ダメなのかな、ああいうのはね。で、なんか先ほど置いてた15日。15日は、うん、なんと、何ですか？ハッシーさんの大好きな。大好きな。というと、日本の。キノコの日。キノコは嫌いですよ、カエル先生。大好きなっていうから、なんか温泉とかそんな日かと思ってました、今一瞬。キノコの日っていうのもあるんですか？うん、これは忘れましょう。その中でカエル先生の今週の一番のピックアップどれですか？17日のカラオケの日。あ、カラオケの日。カラオケの日があるっていうのはね、皆さんも知らなかったかもしれないから、まあ、カラオケっていうのは今多いですよね。うん、うん、カラオケ行ったりします？カラオケ行ったりするよ。する。何を歌うの？カエル先生の年代だと分かんない何歌うんだろうね。まあ、それ気になりますけど。はい、そんな今週でしたが、カエル先生、今週のお題は何でしょうか？今週のお題は、うん、カラオケ。カラオケね。あ、なるほど。17日のカラオケデーに合わせててカラオケですね。はい。はい。じゃあカラオケについて調べてきていただきましたことを発表してください。はい。歌の伴奏だけを録音したもの、またはその伴奏に合わせて歌うこと。カラオケとは空のオーケストラを略した言葉。誕生。誕生。あ、カラオケの最初。うん、うん、明らかではないが昭和47年頃のよう、うん、この頃にカラオケの原型と言われるものがいくつか同じ発生的に起こり、そのうちどれが現在のカラオケの祖先という特定はできないからです、うん、当時の飲み屋で必ず置いてあったジュースボックスを小さくしてマイク端子をつけたものがあった、うん、8トラック式のカーステレオにマイクミキシング機能をつけたものもあった。ほう、これ知らないでしょ、カエル先生なんかは。全くね。うん。これね、カラオケの機種として一番最初、ちょっとまだはっきりしてないみたいなんですけど、8トラック。うん。業界では8トラと呼んでるんですよ。へぇ。8のトラックね。うん。はい。結構大きいやつ。で、昔はね、車にそれがついてた。すごい大きいんですよ。大きさ的にはね、何の大きさって言ったらいいんだろう。手帳台の大きさ。A6 の手帳台の大きさ。そのぐらいの大きさのやつが、こうガチャンって入れて。カセット自体知らなくない、カエル先生？うん、ね、CD だもんね。だ、そういうのがあったんですよ。それにマイクをつけたのがカラオケの祖先ですね。うん、うん、で、はい、昭和48年には、うん、第一工商業などの大手カラオケメーカーができた。はい、有名ですね。昭和51年にはカラオケテープが初めて発売され、
昭和51年から52年は第一次カラオケブームとなった。ああ、カラオケブーム。昭和50何年。まだかえりちゃん全然生まれてないですね。うん。はい。業務用のカラオケが普及すると、お家でもカラオケという欲求が高まって、昭和53年松下電器がホームカラオケを発売。爆発的なヒット商品で、他の電機メーカーが次々と参入した。あ、そこが最初だったんですね。うん、うん、なるほど。カラオケね、いろんな種類ある。第一交渉未だにありますからね、有名ですね、うん、カラオケの大手の老舗です。はい。80年代になるとカラオケにモニターがつき字幕映像が入るようになった。今までテープの曲に歌詞カードを見て歌うのが一般的だったけど、映像カラオケで雰囲気が変わった。うん、映像が今まで出てなかったからね、音だけでね。うん、うん、今のカラオケの原型ですね。はい、はい、で、レーザーディスクカラオケのシステムが開発され、次々と字幕歌詞入り映像ソフトが発売されていった。うん、レーザーディスクって知らないでしょ、これも。うん、大きいんだよ。 CD って普通さ、まあ、手のひら台だよね。うん、あのレーザーディスクっていうのはこんなで、こんなって言ってもちょっと見えないかもしれないんですけど、だいたい30センチあんのかな、だいたい直径が。でかっ。え、かって何。いい。え、でかい。でかい、そう、でかいって言ったのか。そう、30センチぐらいあるの。そんぐらいでかかった。同じ時期にリモコンによって選曲する機能が開発され、急速に普及していった。うん、いろいろな機能が追加されてきています。今ではカラオケ通信を使ったアーティスト発掘オーディションなど、新しい使い方などが注目されている。そうですね、今カラオケの中でね、歌を歌って、で今はね、映像も撮れるんですよね。映像を撮って、でそれを見た人がオーディションという形やったりとかしてますね。であと他のカラオケ店にいる人と一緒に歌うの知ってる？歌えるのも今。知らない。そういうシステムなんですよ今。はい、どうぞ。種類、今の代表的なシステムは第一交渉のダム、うん、ニクシングのジョイサウンドの2つ。うん、他にウガがあったけど、2010年にエクシングに吸収合併された。ああ、ウガってあったね、そういえばね。そういえば聞かないなと思ったら吸収されたんだ。はい。ダムシリーズ。ダムシリーズいっぱいあるね、ダムは。一つ目が、うん、ブロードバンド。うん、サイバーダム。サイバーダム2003年。うん、でプレミアダム、うん、2007年。ほう。ライブダム、うん、2010年。うん、そう、ダムはいろんな種類あるもんね。うん、うん、ジョイサウンドシリーズ。うん、ハイパージョイウェーブ、うん、2006年。クロッソ2009年。ジョイサウンド F1 2012年がカラオケ屋さんで目にする機種。うん、そうですね、ダムなんかは私はよく使うんですけど、なんでダムを使うかというと、自分の声を CD に録音できるんですよね、カラオケを歌いながら。それがダムしかシステムなかったんですよ。今ジョイサウンドもあるかもしれないけど、ダムはそれを一番初めてやったんですよ。カラオケを歌うんですよ、自分の音で歌うじゃないですか。それが CD になるんです。それがあったから。知らない、そういうの。歌を吹き込んだことないかな、そういうので。今あの家でもカラオケできるじゃん、うん、カラオケ通信とかある家あるでしょ。カレちゃんとこなんか入ってるでしょ。うん、入ってないの。うん、あれば家で歌えるのにね。うん、そう、今それ家でも歌えるよね、手軽になりました。でね、それに伴いね、最近思ったこと、最近の子はみんな歌がうまいなと思ったの。うん、歌うまいと思うよ。だってカラオケやっぱ小さい時から行ってるじゃん。うん、カレちゃんぐらいの年から行ってるわけでしょ。うん、もっと小さい子も行ってるでしょ、下手したら。うん、だからね、普段から歌い慣れてるから、なんかこううまいなって、どの人も。昔はそういう歌う時間って音楽の時間しかなかったからね。へー、だから人前で歌うっていうことがなかなかなかったんですよ。で今カラオケあるから人前で歌いますね。うん、うん、だから全然その辺が変わってきたかな。うん、うん、カリちゃん行くときは友達と行くんでしょ、カラオケ。カラオケ、うん、まだお友達とは一緒に
あ、そうなんだ。どちらかというと家族で行くのかな、かえりちゃんとこの家族と、あと他の家族ととか、うん、そう、なんか家族でねカラオケとか今あるみたいでね。またカラオケの中にはほら食べ物とかいっぱいあるじゃん。うん。で今ほとんどフリードリンクでしょやっぱり。うん。帰りスペシャルってあるよね。うん。帰りスペシャル。いつもあのカエリちゃんにさ、フリードリンクとかの場所に私たちが行くと、カエリ先生なんか作ってきてって言うよね。うん。変わった色のやつ作ってくるね。ねえ。何を入れてんの、あれいろいろ入れてるよね。うん。混ぜてるの。混ぜてる。何種類ぐらい混ぜるのあれ。2、3種類ぐらい。当たりがあるんですよ時々、うん、うまいなと思う時あるんだけど、うん、妙に変な味する時あるよね。薬みたいな味がする時あるよあれ。本当にそういう時もありますね。食べ物はあんまり食べないけどね、カラオケボックスでね、うん、食べますよ。食べない食べない、食べない、うん、持ち込みできるとこ多いもんね今ね。うん。なんか食べたいもんとかあるんじゃない。でもそんなんない、そんなそんなん、うん、いろいろあるよ今はね。どういうメニューとかあると思う。たこ焼き食べたいかな。たこ焼き、あ、たこ焼きも今あるんだよね、うん、そういうのもね、ホットスナックみたいなね、そういうのもありますね。ポテトとかあんま好きじゃないんだっけ。ポテトあんま好きじゃない。珍しいよね、カリちゃんぐらいの年だったらポテト好きっていう子多いけどね。うん、うん、そう、そういうのいろいろ今あります。はい。あとカラオケっていうのはね、カエリ先生たちの世代はもうみんな家族で行ったりとか友達で、これから友達でいっぱい行くんじゃない多分。うん、多分中学生ぐらいになったら多分みんなカラオケカラオケ出すよ。毎日がカラオケですよ学校帰り。どうするの。別に平気。平気。歌うのに抵抗ない。うん。普段歌ってるもんね。好きな歌が分かんないんだよカエリ先生の。好きな歌、はい、あんまない。ない。え、その割には前にうなちゃんと一緒にアナと雪の女王かなんかすんげー歌ってたじゃんあれ。うん。あれはやたらと歌っててなかった。うん、あれ好きだよ。あれ好きだよね。あれ歌ってたよね。車の中でも歌ってたよね。うん。なんか DVD 見ながら、うん、ですか。うん。そうですね。じゃあカラオケ、さあカラオケね、他にもいろいろ、あのさっきは機種でしょ。うん。ダムとジョイさん。ジョイさん。うん。でもちょっとウガ。ちょっとウガ。はい。あの今ね店もいろいろあるじゃん。店？店。うん。はい。どこがある？歌広場。お、歌広ね。あとね、カラオケの鉄。おーおーおお。鉄？鉄人。そう、空鉄。はい、略して。あと。うん。知ってるとこ。あとね、なんだっけ。ビッグエコーとか知ってる？知らない。お、知らないんだビッグエコー。ダメですねビッグエコーさん、もっと頑張ってください。そしてあとはどこがあるっけな。あとは有名な歌うんだ村って知ってる。あ、知らないか。ああ、歌うんだ村っていうのもあるんですよ。いろんな種類いっぱいあるけどね。うん、うん、私たちが普段よく使うのはどこですか。歌広場。そうですね、歌広。なんで使う。いつもさ、カエル先生さ、カラオケに私が行くときっていうのはどういうときですか。うん、ラジオの収録。これ実はね、このラジオの収録っていうのカラオケでやったりとかしてんだよね。うん。声大丈夫かな、綺麗かな。一応大丈夫だと思うけどね。うん。ミキサーをいくつか通してます。はい。あとは何で行く。あと、うん、あと練習しに。そうだね、ライブの練習するときね。うん、練習するときとか、まあ大きな声出せるからね。うん、うん、で広いとこだと踊れるもんね。うん、だから練習で使ったりします。他に、私がよく使ってる方法って知ってます？私が使ってるの。知らない。あのフリータイムとか今あるじゃないですか。うん、朝から夜までみたいな。うん、そういう時間に来て寝るんですよ。うん、カラオケで。眠れんの？眠れるよ。特にさ、あの時間が空いた時、うん、打ち合わせから打ち合わせの時間が空いたとするじゃん。うん、1時間とか2時間、まあ例えば2時間空くとなかなか暇潰せないんですよ。うん。うん、カエリ先生とかだったら洋服見に行こうとかあるかもしれないじゃん。うん、私そういうのあんましないからちょっと休みたいなと思うの。うん、そういう時はカラオケボックスか、あの漫画喫茶使ってます。カラオケボックスって安いじゃん。うん、漫画喫茶も安いじゃん。うん、で漫画喫茶は、まあ、漫画があるじゃん。うん、
でも漫画読むと寝ちゃうじゃん。そう寝ちゃうのね私ね、うん、寝ちゃうじゃん。で延長になるじゃん、うん、で打ち合わせ遅れるじゃん、うん、やばいじゃんだからカラオケだとカラオケのとこに寝てるじゃん、うん、で時々変なお客さんがすんごいでかい音で歌ってるじゃん、うん、でそれで目が覚めるじゃん、うん、打ち合わせ遅れないじゃん、うん、だからなのだから鳴らしてくれるじゃん、あと、うん、お時間10分前ですけどって言って、うん、だからちょうどいいんだよ、うん、そういう使い方してるの、うん、意外とねサラリーマンの人とか多いんですよ、そういう使い方してる人、うん、時間に起こしてくれるっていうのは、いや起こしてくれるんじゃないんだけど、あれはね、あのそろそろお時間ですがって来るでしょ、うん、あれがあるから便利なんですよ、うん、カラオケそういうのでね使ったりもしてます。あとはね何に使うかな、そう家でできないこと、テーブルが大きいじゃん、うん、だからそのなんか作ったりとかするときわかる、衣装を作ったりとか、うん、そういうの作ったりとかにテーブルでかいから、で何もないじゃん、でジュースが飲めるじゃん、うん、だから、うんうん、カラオケボックス使ったりとか。ああカラオケボックス一番最初に行ったのはカエル先生はいつぐらいですか。最初いつだろう、自分が記憶に残ってるのでは。さ1年生の時行った、小学校1年生の時、うん、行ったような、そのぐらい最初、小学校1年ぐらいなのかな、うん、最近幼稚園生でも来るけどね、うん、昼間とかもさパーティーとかできるじゃんカラオケボックスで、うんうん、もしカエルちゃんがカラオケボックス使うんであればどういうことに使いたいですか。うん、大きいからね部屋もね。うん、カラオケボックス自由に使っていいよって言われたら1日ずっと歌ってるわけじゃないでしょ。うん、何する。歌ったり、うん、寝たりする。寝たり確かに寝るね。あとね、うん、3歳ぐらいで誕生日パーティーした、うん、あーそういうのに使うよね誕生日。今ね誕生日にね何か出したりしてくれるとか多いしね、ケーキとか出してくれるとこもあるんですよ。うん、ケーキ、うん、出た、出た、ね、あのね、うん、なんか出た。今年の誕生日に、うん、カラオケ屋さんで、うん、あのケーキもらった。ケーキもらった、うん、何ケーキ、何のケーキだった。チョコレートなのか白いやつなのか。ショート、あ、ショートケーキ今出してくれるのかな。ショートでちょっとフルーツが乗ってるぐらい。ほー、そういうのあるんだ、うん、今ね誕生日でもそういうの使ったりします。あとねママたちの井戸端会議ってわかる。井戸端会議ってわかるかな。わかんない。あのみんな集まっていろいろこうなんていうのかな、喋ることを井戸端会議って言うんだけど、ママたちが結構ね、ママの世代っていうのがいっぱいこう来てたりとかするよね。 4,5 人で集まってね、あと女子会で使ったりするね今ね、はい、女子会これから先カエル先生も絶対女子会で使うようになりますよ、はい、二次会はカラオケねとか言い出すんですよ。あやだな、そういう姿見たくねえなカエルちゃんの二次会カラオケねとか言うんだよ。どうなのかなどうなのかなカエルちゃんがね20歳ぐらいになってお酒が飲めるようになったら分かりますよその時にカエルスペシャルがどんな、お酒が今度飲めるようになるからね、二十歳過ぎるとね、うん、ただ帰りスペシャルがどんなお酒になるのか本当不気味ですね。すんごいきついの作りそうだよ。カラオケボックスでよく待ってるとおじいちゃん夫婦とかいない、おじいちゃんおばあちゃん夫婦とかいるよね、うん、待ってるとね、うん、だからどういうの歌ってるのか気になるよね何の歌歌ってるのか帰り先生の世代も何歌ってるのか、何が流行ってるのか分かんないもん小学生には。うん、何歌うんだろう、芦田愛菜ちゃんとか歌うのかな。そういうの歌わない歌わない、うん、まあ、いろんな歌あります。私各有く私もカラオケに行くとね歌う曲って大体決まってくるんですよ。何、え、そこ必要かな、いる、うん、いる。何歌うかいろいろ歌うよ、あのジャニーズも歌うし、うん、普通の映画の主題歌とかも歌うし、英語の歌も歌うし、いろいろ歌います。そんなカエル先生、今日カラオケについて調べてきていただきましたが、はい、第一交渉っていうね、まあ、一番有名なカラオケの老舗メーカーがいろんなとこ今出してますので、はい、うん、楽しくなりましたね、はい、はい、今後もちょっとカラオケ普及していくと思うので、皆さんカラオケもしよかったら、10月17日がちょうどカラオケデーだったっていうことだね、うん、うん、もしよかったらまた楽しんで行ってみてください。
じゃあかりちゃん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、かりちゃんは今日は身近なねカラオケについて調べてきていただきました。カラオケ皆さんもねいろんなとこでやると思いますけど、今回かりちゃんにカラオケもちょっと歌ってもらったんですけど、ちょっとあまりにも音質がね良くなかったので、次回もう一度撮り直しをしてかえりちゃんの歌声聞かせたいと思います。